はい、こんばんは、山城です。ということでね、なんかちょっとね、ショッキングなことがありましてね、今ね、ちょっと別の企画でね、ちょっといろんな調査をやるのにね、まあ何の、いや、それ言いませんけど、ちょっといろいろと今、袋麺を買ってるんですよ。まあまあ、スタジオにね、こんな感じでもう、とかいろんな袋麺を買ってます。まあ何の企画はね、また後日ね、お楽しみいただければと思うんですけど、まあそれでね、まあいろんな袋麺を買っている中で、まあ、この地域なんで、三重県はあの東海地方ってことで、スガキ屋のね、ラーメンもね、売ってるわけでございます。で、これをどうしようかなと思ってたわけでございますよ。っていうのはね、最近ね、スガキ屋のね、あの、本店の味っていうのがありましてね、それがね、あとあの、味噌煮込みうどんとかもあるんですけど、なかなかね、値段が下がらないんですよね。昔はね、ちょっとね、あの、気抜いたら298円とか特売でね、売ってたんでね、それをね、あ、特売やーってね、買っとくもんだったんですけどね、最近ね、348円とかね、398円とかね、まあね、ちょっとね、なかなかね、お値段が下がらないことになってましてね、ってことだったんですよ。でもね、このね、本店の味は私ね、好きなんですよ。あの、でね、何が好きかって言ったらね、その、本店の味、まあ、地元の人ね、名古屋、東海ね、あの、愛知、岐阜、三重とかの人でしたらね、まあ、一度は食べたことあるんじゃないかな、袋麺で、本店の味ってわかりましてね。で、それがね、何がいいかっていうとね、まあ、味も、あの、スガキ屋のよく売ってるあの、スガキ屋とはまた別でね、一応、あの、県外の方向けに説明をしておきますと、意外と、あの、県外の方も見ていただいてるんでね、スガキ屋って言うと、あの、白いスープのね、あの、魚介豚骨、和風豚骨のね、味の、スープは有名なんですけど、このね、スガキ屋本店の味っていうのは、なぜかね、完全なね、醤油ラーメンなんですよ。でね、何が好きかっていうとね、もうこれあるあるだと思うんですけどね、あのね、袋麺の中にね、あの、火薬がついてるんですよね。あの、火薬って言ったらいいのかな。あの、フリーズドライした、あの、なんて言ったらいい、コーンとメンマがフリーズドライしたやつが別の袋に入っておってね、その袋をパカッと開けると、中に麺が入っておって、スープが入っておって、それともう一つ、その火薬の袋が入ってるんですよ。でね、麺を、その、茹でるときに先に火薬を一緒に入れといてね、それで湯がいたらこう水を吸ってね、火薬あのメンマとコーンが水を吸って、あのメンマとコーンの入った美味しい袋ラーメンの出来上がりっていうわけでございますね。これがね、このね、火薬とねコーンがね、あ、火薬とコーンじゃない、メンマとコーンがね入った火薬がね、これがね、なかなかない、なかなかなんですよ。これがね、ただ最近ちょっと量が少なくなってきたら、まあいろいろね、小麦の値段が上がったりしてね、大変だっていうのもあったんでしょうけど、まあなかなか値段が、あの、下がらないな。で、値段は下がらないけど、だんだんコーン、あれ、心なしかコーンとかメンマの量、昔より少なくなりましたよねって思うんですよ。まあまあまあ、これもご時世なのかな。まあね、私もね、いろんな国際調査もやってますから、そりゃ、ね、小麦の値段とかがもう、まあ、爆上げしてるとかね、そういうような、ね、食料事情もわかりますからね、ただ、厳しいところなのかな、なんて思いながらね、やっとったらね、この前、それでね、ちょっとピアゴにパトカーに行って、だいたいね、ピアゴがね、スガキ屋の特売やるのはピアゴなんですよ。でね、いうので、どうかなと思ってピアゴ見に行ったら、ね、なんとね、売ってたんですよ、本店の味が。これがなんといくらだったと思います？ 278 円だったんですよ。お、安いって、まあ、税別でね、税別278円、あ、でも安いじゃないですか。安いやん、よかった、本店の味久しぶりになんかえらいちゃんと特売やっとるやんってね、なんかちょっとパッケージが変わったかなと思ったんですけどね。でもまあスガキ屋のね、本店の味ってことはこれやとね、この醤油味のね、あの、書いてありますね、麺、いや、これね、大事なのがね、メンマ風味醤油味って書いてあるでしょ。ね、あー、そう、メンマのね、醤油っていう、さっきは言ってるじゃないですか。そのメンマが、フリーズダイのメンマが入ってるのがね、これがね、好きでね、だったんですけどね。まぁ、ちょっと袋の時代で、あ、ちょっとシンプルになったのかなと思ったんですけどね。ほうと思ってね、さてと食べようかなと思ったわけでございます。それでね、もう、あー、そう。あ、安かったね、思わず2袋買ったのね。それでも今一袋目を開けて早速食べたんですよ。そしたらね、ちょっと衝撃だったんですけど、これちょっと開けますけどね、開けるとよいしょ、これあともう一袋こいつ食べてありますんでね、あれですけど、開けるとね、こんな感じでね、まあ麺が入ってますよと、うん、まあこれあ、いつも変わらない麺の感じですね、中太のね、縮れ麺でね、まあ
なんですよね。で、ああ、スープが入っとるな、スープが入っとるな。だからね、これじゃないけど、これもスープも美味しいでしょ。このスープも美味しいんですけど、もうね、この本店の味好きな人は、さあ、あのメンマ、ね、だってメンマ風味って書いてあるじゃないですかね。さあ、メンマを、と思ったらね、あれメンマは、え、メンマ、え、ってなったわけですね。メンマ一袋開けてね、いやいや、そんなわけないよ。ね、だってメンマ風味って書いてあるし、ね、と思ったらね、なんかね、ちっちゃい、少しになってるんですよね。なんかあの、スラキアの味噌煮込みうどん、あ、ちなみに味噌煮込みうどん買ってきたんですよね。味噌煮込みうどんね。うん。味噌煮込みうどんの方に入ってるあの、七味スパイスみたいな感じの、まあ、これ胡椒だったんですけど、スパイスが入っとって。え？いや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 、あの、フリーズドライのコント、メモは？メモは？と思って、改めてね、ここのね、作り方を見てみるとね、よーく見てみると、あれ、メンマない。え、メンマがない。え、っていうことなんですよ。これ、どうも商品がこっそり変わったみたいで、リニューアルしたみたいで、リニューアルとともに、メンマが入った醤油味から、メンマ風味っていうのがどうも、メンマが入ってる感じのお味になりましたよってことで、これが内容物になってしまったと。ということでね、ああ確かに見てみると美味しさ引き立つスパイスつきって、確かにこんなスパイスまだついてなかった。このスパイスの香りちゃなんですけど、このスープの素と同じぐらいの袋で、でも最近は確かに中身スカスカだったんですよ。どん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 量が減っとってね、その火薬の方がね、うん、減ってるなっていうのがあったんですけど、あ、そうきたかと、あ、そうなってしまったかと。まあそれで多分値下げができるようになったでしょう。原価が多分、その、メンマとかのやつが、値段が上がってたんでしょうね。うん。まあ、コーンも最近値上がりしてます。まあ、小麦があんなにせ値上げしてますからね。ね、もう多分安かった頃の20年ぐらい前と比べると 1.3 倍とか 1.4 倍ぐらいにはなってますよね。もっといってるか。ね、ね、びっくりですよね。とはいえ、だからとはいえ、これね、もう確かに398円とかするとなかなか手が出ない。ね。まあね、ね、お金ね、ガンガン稼いでる方でしたら、もうそれぐらいでね、100円とか200円、ご夫食入りで100円とかね、一食あたり20円とかの話でしょって言うかもしれません。これがでかいんですよ。ね、貧乏人にとっては非常に大きくてね。うん。それでこれ298、278円とかね、まあ最近やったらちょっと、あの、もっと安いやつとかもあるもんで、それをちょっといろいろやってますけど、いやー、とはいえね、これね、どうなのかなーっていうことをね、ちょっとね、語りたい。ちょっと語りたい。やっぱしね、さすが家本店の味は、あの、メンバーとね、あの、コーンがね、売りだったと思うんですよ。うん。でね、どうなんでしょうね。あの、なんなら私ね、あの、スガキ屋さんにね、ぜひ提案なんですけどね、あの、前入っとったあの、具のやつね、あれを、あの、それこそコーンとフリーズドライの状態で、コーンとメンマ 5g ずつ入った 10g 1食分のようなやつを10袋入りにして、あの、フリーズドライでね、常温コーナーでなんか売れる、あの、この、横とかにね、あの、これ、エンドじゃなくてもいいや。ね、あの、ずらーっと、商品棚にね、ずらーっと並んでるところの、やっぱ、いわゆる、端のところね、エッジのところに、あの、掛け売りみたいな感じでね、売ってるようなやつとか、それとかね、あの、ワンポイントアイテムみたいな感じでね、いろいろと、ちょっと置いてあるようなところにね、あの、フリーズドライの具をね、単品でね、売ってるとかな、置いてもね、私いいんじゃないかなと思うんですよ。同じように思うのがね、あの、どん兵衛の、お揚げ。あれね、あの、どういう名じゃなくてもいいです。赤いキツネ でもいいんですよ。で、東洋水産さん、あれ、緑のタヌキの、あの、エビ天、あの、天ぷらは、個別で売ってるんですよ。お揚げも欲しい。お揚げも欲しい。あの、安いね、うどんとかね、パッと作った時にね、あの、お揚げを最後にポンって入れるとね、また美味しいんですよね。で、このお揚げっていうのは確かにあの、普通にニッパイで売ってるね、用冷蔵のお揚げでも美味しいんですよ。美味しいんですけど、なんか違うじゃないですか。あの、わかります？どん兵衛の、あの、どん兵衛とか赤いきつねの、あの、おはぎの感じが、うどんで食べたくなるときありませんか？ね、うん。そのためにね、ぜひね、あの、単品売り、ああいったね、単品売りっていうのも一つマーケティングチャンスじゃないかな。特にね、スガキ屋さんにはね、ぜひね、あの、ラーメンの具、あれをね、あれできたら、それこそね、他の塩ラーメンとかもあれです。出前っていうなんかにね、
多分ね、あのね、トッピング入れてもね、美味しいと思うんですよね。うん。ですからね、あの、新しいビジネスチャンスになるんじゃないかなと思いますのでね、どう10食入りで、ね、どれぐらいの原価でできるかっていうのを言いますけど、150円とか。そうすると、1食あたり15円。まあ、10グラム15円。んだとこれね、できないかなーなんてね、思うわけでございます。どうでしょう。ね、いや、欲しいよ、それ欲しいよっていう声とかね、あるね、方とかね、ぜひいらっしゃいましたらね、コメント欄とかね、いろいろとね、教えていただければと思います。ということで、とにかくね、これがショッキングすぎて、とりあえずこれだけあげます。あとで、まだ、あの、なんか、いっぱい、この、持ってる袋麺に関しては、また、改めてちょっと収録しますので、こう動きたいということでね、3月中にはアップしたいと思いますからね。ということでね、とりあえずこの動画をね、締めたいと思います。とにかくこれがショッキングでね、そうかー、ということでね、まあ、時代の移り変わりといえばね、そうなんですけどね、ということでね、まあ、これぐらいでね、とりあえずね、同じことになってしまいますのでね、繰り返しないで、それでは締めたいと思います。どうも、ご視聴ありがとうございました。